シュムーンに大丸焼き。神保町には美味しいものがたくさんあるんだね。古本屋さんで本を買って、レトロな感じのカフェでゆっくりするのもいいかも。私は難しい本はよくわからないけど。次回、女神ちゃんドロップキック X 第4話、横島な神保町の過ごし方。神保町で横島なのはイキリ悪魔の邪神ちゃんだけだけどね。